さあバイオフォーやっていきましょうか。ハロー版は説です。見てくれてありがとう。ではね、アシュリーを救い出したところでしたね。で、今から向かうヘリコプターの場所ですかね。ここまで頑張っていきましょうか。まあこのアシュリーね、かなり足でまといだからね、気をつけないとほんとすぐ死んじゃうから。たくさん出待ちしてるんだ。はい、よし。まあ基本的にシュリーがいるときは仕方した方がいいような気もしますね。まあ戦ってもいいんでしょうけどね、危ないんでね。後ろ来てる？来てなくね？あいつ追いかけてこないぞ。さあ武器商人何かあるかな？ Welcome, welcome. Got some rare things on. What are you buying? What are you buying?まあ、別に、あ、そっか。レッドナインか。モーゼルがね、出たんだよ。これ強いのかな？え、ちょっと待って、威力 1.6。アニシアってなんだっけ？威力 1.6。あ、レッドナインがやっぱ強いわ。え、ちょっと待って。What are you buying? え、パニッシャーって 0.6、あ、0.9。What are you buying? 待って、初期発動ガンの方が強かったんだ。これはブレックテイルを買うしかなさそうだね。うん。そうだね。Come back anytime. Come back anytime. What are you selling?宝石。Is that a... Thank you. こんなもんかな。組み合わせしておかないとな。違う。あとの宝石はどの辺にあったっけ？どの辺なんだぜ？えい。リロード。アシュリーどこでいなくなるっけ？覚えてないぞ。何もない。こうアイテムが復活してるんだよ。でも何も入ってない。気づかれちゃったな。さてこっち行って、トラバサリに引っかからないように行って、ほい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 、あっやばいやばいやばいすげえボンミスだったね今の。まあ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 いいでしょ。隠れなさい、やつらは俺が仕留める。さてできるのか。修正されてなかったらできるはずなんだが。ちょっと待って、これってなんかできなさそう。あ、ちょっと待って、これあぶない。あ、これちょっと待てよ。うん、どうやらね修正されてるっぽいですなこれ。まあバグ技だからね、それは修正されてもしょうがないわ。言うてズルだからね。カモン、おうち。おうち。あ、やば。こいつはやばい。こいつはやばい。
危ない危ない危ない。めんどくさい。あ、無理、難しいな、やっぱ。違う。違うっての。くそー、もう、ブラが大嫌いなんだよ。まあもう呼んでいいかな。犬か。ようその指笛でわかるね。よっしゃ。ハテナって出てる。あれ多分ね、はしごを。バカかお前は。何やってる。あれ、あともう一人どこ行った。Wait. そこで待ってて。待った。あ、びっくりした。やられたかと思った。足より傷を負ってしまったな。自分でトラバサミに引っかかりに行ったもん。よし、こんなもんかな。奥の方にはこの下は復活してるっけ。もう覚えてねえわ。いる。走りって何キロなんだろうね。意外と重いような気がする。さてと、こっからちょっと難しくなるんよね。頑張ろうか。ショットガンはまあなるべく使いたくはないけど、いざとなった時に、ね。Welcome. Welcome. Got a selection of good. いやね。でもね、買うものがないんだよ。What are you buying? 改造して。Come back やべえ。Anytime. Leon, I have some bad news.I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. 悪い報告よ。聞きたくないな。Say it, but we're sandwiched, all right. Quick, in that cabin. Leon. Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. How rude!And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... Well, you know. Don't worry. She's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway.Look! Ashley, upstairs!
game time. It's game time. よっしゃ。これルイス撃っちゃうと、ルイス4回ぐらい撃っちゃうとね、ゲームオーバーになります。あ、ありがとう。いきなりくれた。なんか当たんないのも今避けちゃった。バッカーン、バッカス。そっか、あるんだ。とりあえず撃とう。俺も支援する。よし。で、黄色ハーブ。黄色ハーブを組み合わせる。あ、赤ハーブもあった。やば。大丈夫かい？おい。相手です。大丈夫じゃない。上に上がろう。あ、やばい、ちょっとやってなかったので腕が落ちてくる。待って、俺赤ハーブを取りたいんで。ありがとう、ありがとうだけど、あいたす。で組み合わせて使う先行手榴弾。あ、そっか、ちょっとやめろお前、バカ野郎やろ。あ、ちょっと俺が狙ってる敵をね、容赦なくルイスが殺してくるから弾が無駄になっちゃう。ほいほい、いいねいいね、バカ、大丈夫じゃない。めっちゃ撃たれてる。やばーん、大丈夫か、遅かった。ちょっと待って、あいつなんか投げようとしてるぞ。よいしょ。これでね、先行手榴弾が一番効くんですよ。ちょっと待って、上に行くの手目早いよ。焼夷手榴弾か。焼夷手榴弾はとりあえずいい。集まったとこに投げちゃうか。くんなよ、ダメだ。よし、熱っ。今こそ攻撃のチャンスです。オッケー、避けろルイスっていう前に避けちゃったね。今です攻撃のチャンス。よいしょ、あ、ついついね、やってなかったら先行手榴弾の存在を忘れてるんです。オッケー、おう、落とすね。あー、下からも来るか。下のアイテムも消えちゃったよね。レオンじゃねえ。レオンって俺だよ。アシュリはこの中か。村人に気づかれないようにしないと。リス戦って、ありがとう。あ、いいのくれるね君。装備、これは、え？あ、装備できないんだ。へえ、初めて知った。よし、こっちに転がってきたのに。上位手榴弾は全然効かないんだよな。よいしょ、あれ？しょうがないな、俺の先行手榴弾を食らえ。フラッシュに弱いんだよ、光にね。よいしょ、誰もいない。
落としまくろう。ダメだよ、落ちなさい。ありがとう、弾の節約になるな。なんか後ろにいるルイスが食らっちゃった。待って、角やば、来てる、助けてない。あー来てるよ来てるよ、撃って撃って、ちょっとちょっとちょっと、結構多いんじゃないかい。そこだ。ていうかルイスさ、もう先行手榴弾を持ってきなさいよ。プラガに、あ、ラムレス、looks like they're backing off. So what do we do now?The bridge I crossed to get here is out, so I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Lewis. ね、先行手榴弾持ってこいっていう話なんだよね。持ってきてたらもうあのプラが出た瞬間、ルイスも投げてくれればもっと手っ取り早く済んだはずなのに。とそこにもあったね、確かこれだけだったよ。あとこん中、あ入るか。え、左右のルートへの配置、あへえこんなのあったんだ。先ほどサドラー様から合衆国のヘリを撃墜したとの連絡があった。しばらくは代わりも来ないはずだ。なぜなら合衆国は我々への内通者が誰かを特定できず、裏切り者を抱えた状態では小規模の部隊しか動かすことができないからだ。なるほど。この隙にあの娘だけでも確保しておきたい。合衆国の二人がここから脱出するには分岐流ポイントの左右どちらかのルートを通ることになる。そこを押さえるのだ。しかし二つのルートに人員を分散しては戦力が薄くなる。そこであえて左のルートに全員を配置し、右のルートにはもう一度エルヒガンテを放つことにする。どちらのルートも娘と一緒ならば楽には通れんだろう。あ、そういうこと。ええこういうやり方っていうかこういう方針だったんだね。Welcome. 策略か。 What are you buying? いや、そろそろやっぱ欲しいよね。そろそろ新しい武器が欲しいよね。スナイパー欲しいよね。あ、違う。もう一回、もう一回。よし。あちゃん。これがいらなくて、ライフルの弾は取っておきますね。いざこう使うときになかったら困るから。右です。左をやると、まあ、村人がいっぱいいて、チェーンソー姉妹も出てくるから、右の方が楽なんですよ。エルヒガンテしか出てこないからね。で、現状、この一周目でこの装備でしょ?で、改造してないから、倒すのはね、またまあ、時間と弾とアシュリーの体力もないから、ここは仕方していくのが吉ですね。カモン!あの岩を壊すと攻撃できるんだけどね。ダメ、こっち来い。お前の作戦は役には立たないから。こっちじゃなくて2つ目の小屋にある。やばーす。おお、アイテムを取りたかった。ちょっと待って、あそこにさ宝石あったかな?ないかな?あ、ちょっと待てよ。戻ることもできないよ、多分。宝石あったかな?ダメか。ちょっと覚えてないな。
で毎回さっきから思うんだけどさ、このエリア移動するとき足りなんか真っ黒になるよね。 Wait. あ、戻ることできるか。え、なんでお前ついてきた。あ、そっかそっか、これついてくるシステムか。となると一回ここに置いといて、あ、一番奥から来る感じ。 あれもあったな。あれ撃ち落とす金。あ、やっぱあった。待って、あ、びっくりした。バシリューの方に行ったかと思った。いらねえな。マシンピストルいらねえな。こうだね。捨てる。こっち反応が、あ、これか。待ってくれ。おう、うん、まあちょっと減っちゃったな。さあ黄色になっちゃったよ。危ない。取りまくる。あーちゃん、まあ大丈夫大丈夫。あ、危ねえ。ちょっと危なかった。でも二人とも赤信号じゃねえかよ。使います。よし、これで一つ、なんだ、一つとちょっとだね、上限が増えたから、まあちょっとの衝撃じゃねびくともしないよ。こんなもんかな。よかった、やっぱあったね、紫色のやつ。なんかあったような記憶もあったんだよ。よっしゃ、こんだけか。で、武器商人どうしよう。村長戦をどうしようか。村長は何に弱いんだ。お、ファイル、村の最終防衛。正直あのエージェントがここまで抵抗するとは予想外の展開だ。我々の血によって浄化されるのを、浄化っていうのかそれ、汚染って言わないの。待っていればいいと思っていたが、このままではそうなる前にこの村が崩壊してしまう。早急にあの男を始末せねばならん。ひとまずルイスの追跡は中断し、あの二人を待ち伏せするのだ。ゴンドラを降りた先になら、教団に逆らった人間を処理するのに使っていた納屋がある。へえ、逆らった人間？教団に？ああ、そういう人たちもいたんだ。そこならば待ち伏せにちょうどいい。どの道この村の最後の門を開けるには私の一部が必要だ。そうだ、あの汚いのがね、必要なんだよ。でもあそこに武器商人、あ、そっか、宝箱っていうのか、樽があったから。よっしゃ。で、アシュリーも回復させといた方がいいんだけどね。あそこ城に行った後、いつになくなったっけな。で、まあ、でももうじきじゃないかな。やばいな、ここアシュリー被弾したら死んじゃうな。頑張って守んないと。よし、ここから狙えるなら OK 狙いやす。グッてな、後ろでちゃっくりアシュリーがね、ガッツポーズしてる。そういうところはちょっと可愛いよね。あらん。よし。やばい。あぶね。あじゃん。あじゃん。よし。10発以上無駄にしちゃったな。やっぱパニッシャーいいね、貫通するから。オッケー。ノーダメージいけたな。で、ここに乗って、やってるやつがね、こうふわっと言ってここに乗ってガッシャンガッシャンね、ゴンドラのあのロープをね、チェーンか、おっあっ危ねえ、くっそあいつ
なんだあいつドヤ顔しやがって、マジで知ってやったぜみたいな感じで言ったよあれ。くそっ悔しいな、かなり悔しいぞあれは。あ、先行手榴弾か。あー取れない取れないなあ取れないなあ。もう組み合わせちゃうかね。はい、黄色ハーバーはまあなかなか取れるものじゃないかな。 OK、 まあ10発元、まあ元取れたかな、うん、元取れた、うん、取れたかな。そういえばあれかな、あれどれだっけ、あるんだよね。え、あれじゃないかな、やっぱ。あ、スナイパーがやっぱ欲しい。これ絶対狙えないやつだ、これ無理なやつだ。うん、無理なやつだね。あのなんかね、ちょっとね、あのなんか光ってるような、あのなんか白い部分があると思うんだけど、あれがコインだよ、コインだよ、うん、あれがコインだったんだよ。 Wait. あれだ、よし、借りは返させてもらう。ちょっとよっしゃ、ブラーが出るのがほんと嫌だから、頭狙うとほぼ隠れ出てくるからね。危ねえんだよ、まあ、いや一体だけなら、まあまあまあ、まあ、邪魔なし使う。後半ねもっと必要になるからね。血が新しい、何かの儀式か。この血はねエイダの血なんですよ。あね、これさ浮いてるよね、めっちゃ浮いてるよねこれ。あ、黄色ステイン、うん、これで全部じゃない、あれ違うかな、まだ1個目違う。ああ全て揃った、オッケーオッケー。これでかなり売れるな、いくらで売れたっけな、3、4万で売れたような気がしなくもなくもなくもない。バルメ、よし、じゃあここで一旦今回は終わろうかな。取って取って、もうこれボス戦をねもう連想させるかのようなこのアイテムの置き方ね。10発とか普通取れないもん、ショットガンの弾。Welcome. はい、これ売ります。Got a selection of what are you selling?マシンピストいらない。Thank you. んで、スピネル。Thank you. 2万。ああ、I am buying at a high price. 1、10、100、1000万。2万か、あれ ?2 万。そんなかな。そんなもんか。What are you buying? What are you buying? Come. 回復薬が、まあ、ちらほらあるけど、回復薬も結構使っちゃったから、さっきの場所で結構注意していかないとね。ハンドガンの弾結構あった、よし撃ちまくろう。はい、ということで今回はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよかったら見てね。それじゃあバイバイ。